W61T は、東芝及び東芝モバイルコミュニケーション社が、日本国内向けに開発した、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN、対応携帯電話である、W56T をベースに再設計された。スポーティーで、カジュアルなイメージをコンセプトとし、なおかつ、ポロシャツの襟元をイメージした、ツートンカラーを基調とする、 折りたたみ式の端末でテレビ電話機能とデジタルラジオ機能が省略され、本体内蔵メモリが 800MB から 100MB と大幅に減少。さらに内蔵スピーカーがステレオスピーカーからモノラルスピーカーに変更されている。カジュアルコンセプトのハイエンドモデルであるため、リバーシブルスタイル及び USB 接続によるクレードル通信対応の充電機能はこの端末には、 採用されていない。フェリカポートは、底面パネルの内側ではなく、W41S 同様、背面パネルの内側に内蔵される。ワンセグを視聴する場合は、イヤホンマイク、または携帯電話用、ステレオイヤホンケーブルとステレオイヤホンを接続し、そのイヤホンマイク及びイヤホンケーブルを外部アンテナとして使用しなければならない。なお、W61T の基本デザインは、 同社のネオンと W55T の各デザインの中間のデザインになっている。他2008年春モデルであるが、緊急地震速報には対応していない2008年7月25日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年8月29日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年10月24日に 以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年9月17日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。